橋本五郎ね、一。指は商売ですからねおしゃれというわけじゃありません仲間では僕なんか武将もの方ですよ椅子から立ち上がった若い医師はそう言って「 ちょうど恋人に対するように空いている方の片手を相手の肩にそっと置いた午後の特別診察の第三眼室には他に誰もいなかった「だってその眼鏡、ね、平眼なんでしょ?と」とまだ椅子にかけたままで医師のしなやかな手のひらをもてあそんでいた美しい患者が言った。 そして立っている人の若さに不似合いなような金縁の眼鏡を仰いだねえ平眼なんでしょだから夜分にはおとりになる僕はですか医師は明らかに驚いた様子で冗談じゃない僕の金眼は大学以来で夜外しでもしようものならそれこそあなたの側に回らなきゃなりません 命から2番目の大切な品です。これは？でも、昨夜は先生おとりになったとじゃありませんの。あの時？僕はいつ？ベッドへ診察にいらしてくださった時に。夕べですか？それは。おかしいというふうに医師は患者から手を引っ込めた。 僕は昨日は早く家に帰ったのだが。あら。でも先生が確かに来てくださったのに。本当でございますの嘘じゃない。帰ったのです。川田くんじゃありませんか彼確か昨日は宿直のはずだったから。違いますわ。今朝お話ししていた薬を持ってきてあげました。なんて。 服お薬まで置いていってくださったのに先生担いでいらっしゃるんじゃおかしいですね確かに僕は4時過ぎには家に帰っていたのです医師は真実そのもののように言った一体ゆうべのいつごろのことですかその僕のような男があなたのそばへ行ったというのは そこで美しい患者は自分の目の正しさを主張するように夕べの様を語るのであった 2> 2屠殺が終わってしばらくすると隣の男患者の部屋からは柄にもない賛美歌や調子外れのびわ歌などが 四五人の声でしばらく続いた。彼女と同室の7人の女たちはベッドに入ったままそれらの音楽を聴きながら時々笑いこけたり批評したりなどしていたがやがて誰かが伝統を消したのがきっかけで1人眠り2人眠り隣室の音楽が止む頃には彼女もいつの間にか軽い寝息を立てていた。 眼科三等病棟は全て夜の安息に入ったのだそれからどれくらい時間が経ったか大廊下の方からコツコツと聞こえてくる靴の音に彼女はハッとして目を覚ました先生が来てくださったそう思ったので彼女は一人ベッドに置き直って予義の襟を直しなどした 靴音はちょうど隣室の前で止まってすぐ彼女の部屋へ入ってきた彼女のベッドから彼女のベッドから廊下の窓の薄明かりを通して入り口を入ってくる白い上着が見えた「正木、ま、さ,さん起きていますか?」その声が確かに係り医師木村の声であった。 おきておりますわ、先生彼女はそう答えながらベッドを降りて電灯をつけようとした。と白い上着の人は「いやつけなくてよろしい」「皆さんお休みのようだしただお薬を持ってきてあげただけですから」そう言って闇の中で彼女の手に2つ摘みの薬を渡した。 それを受け取る時彼女は医師が自分の手を握ってくれるものとばかり考えたそしてワクワクした気持ちで立っていたが相手はそれっきり「ではおやすみなさいお薬は気の向いた時でいいんですからねとにかく早くよくならねばいけません」とまたコツコツ靴の音をさせて白い上着を闇にぼかしながら 廊下へ、医務室の方へと帰って行ったのであったそして確かにその顔は眼鏡をかけていなかった臨室もひっそりしていたおかしいですねと医師が言った確かに僕じゃないが川田君にしてもただ薬だけを持って行くなんて。 薬だけなら看護婦に持たしてやればいいのですからそれに土佐が済んでからしばらくといえば時間も相当遅いわけだし気の向いた時でいいなんて薬も少し変だし一度川田くんに尋ねてみましょう彼のことだから僕に言うのを忘れているのかもしれない多分川田くんじゃあるまいと思うがもし 川田先生でもなかったらと彼女は何かおびえたような調子であったあなたがあまり美しいから誰かいたずらをしたのかもしれませんねでも靴を履いていらっしゃるのは先生たちばかりですものね彼女は自分の恐怖を打ち消すように強い調子で言ったそう。 患者もも看護婦も靴は許されていませんからね。しかしそう答えた医師の表にもこの疑問に対する不信の色は隠しきれなかった一体誰がそんな深夜何の目的で彼女のもとへ忍んだであろうだが当の彼女にはそれが川田木村両医師のどちらでもないとすれば あれだと思い当たる人間がただ一人あったあまりに彼女の過去の男によく似ている彼女はその患者の黒い眼鏡を持って立然としたのだった3 その患者は入院してまだ10日とたたなかっただが2年前同じこの眼科に入院していたとかでやってきた最初からあたり構わぬしゃがれた声をまき散らしていた懐かしいようなへんてこな気持ちですよこのうちに私の目玉があるんですからねええー、と

その一人は近々退院するはずの松井という大学生で彼女にはひとつき近い病友であった摘出の宣告を受けた時は嫌な気持ちでしょうねと松井が聞いていた嫌だなんてあなた私は自殺しかけたんですよ片目になるくらいなら死んだ方がいい 誰だってそう思いますよ。あなたも聞いていらっしゃるでしょう。あの看護婦が首を吊ったという中庭の桜の木。あれで私も首を吊る覚悟をしましてね。夜になるとこっそりベッドを抜け出すんですがその都度看護婦に見つけられましてね。 新しい患者が答えた話がおのおのの現在と直接つながりを持つものだけに部屋にいて診察を待つ患者の誰もがその方へ注意を傾けていたそれでまた残った方の片目が悪くなったんですね再び松井が尋ねていた元通りの両目を持って退院できるはずの松井の言葉は 聞いている彼女にも感じられたほど同情の調子に満ちていた 2>, 2年たってまたこれですからねええ同じ網膜炎です今度適質だなんてことになりでもしたらそれこそ私は生きていけませんもし目が見えなくなったらそんなことを考えると すぐにでも狂人になりそうです原因は何ですか松井が学生らしい率直さで聞いた「女ですよ」と答えた2年ぶりの患者の言葉の響きは今までにない何か陽気なものが含まれていた前のも今度のも同じ女のやつなんですがね 私が固めになると、もう他の男をこしらえてどこかへ行ってしまいました。薄情なもんですよ、女ってやつは。いい女ほど見るたびに憎らしくなりましてね。もしそいつに会うようなことがあったら、うんと固めになったあだを打ってやるつもりですよ。その時、 松井さんと看護婦が呼んだ診察が始まると見えてけん台の辺りをぶらついていた患者たちも椅子に帰った松井と同時に2年ぶりの患者が彼女の方へ体を回した黒い眼鏡大きな鼻左の方へややつった口 それから耳の後ろへかけて赤黒く走った深い傷跡。年齢は356かその顔形のなんと彼女をハッとさせたことであろう彼女がかつて別離した恐ろしい男そっくりではないか彼女は己の目を疑った そして曇りのあるる目をできき、だけ見開きその患者の本体をはっきり見極めようと思わずも伸び上がったほどであった彼女が暗室へ呼ばれて間もなく「斎藤さん」と呼ぶ看護婦の声がしてその患者が暗室へ入っていった同時に彼女は医師に眼底の検査をされながら胸の奥まで染み通るような。 冷たた。い風を感じた新患者斎藤の体を包んでいる不気味な風この日から彼女は特別に斎藤に対して何か解きない恐れを抱くようになってしまったそしてしかも彼女の恐れはこのわずかな十日の間に2度もその事実に接したのではなかったか 彼女は電光浴室でのその時のことを思い浮かべて再び立然とした四。彼女もまた同じ網膜炎患者であった網膜炎患者に何故電光浴が必要なのか むろんそれが彼女にわかるはずはなかったがただ医師からは彼女の目をよくするためには体質の点でもっともっと汗を出さなければいけないのだと聞かされていた電光浴室は開花のちょうど彼女らの病棟の外れにあたる辺りにあった広いコンクリート囲いの部屋の中に箱式のと椅子式のとおのおの2台ずつ 連行浴気が相対してて備え付けられていた。椅子式のものは手及び足の一部分だけを浴槽につけあとはラテのまま外にさらしている仕掛けであったが箱式は首を箱の外に出しているほか体は全部箱の中に隠れる仕掛けになっていた彼女は入浴中他の患者がその部屋へ入ってくるような時 椅子式のでは自分の肉体を見られることを嫌がっていつも箱式のものへかかるようにしていた彼女がかかったのは1号の機械だったタオル1枚を腰に巻いて一方三尺に足らぬその箱に入ると中には周囲に無数の電球を配した椅子があり係の看護婦がスイッチを入れればその電球がまず1個次には2個。 やがて3個4個と時間をすれて数を増してつき数を増すにつれて熱度を増しじわじわと汗を出させていく仕掛けである1 2三3分もそうしているうち3 8 ° 38度内外の熱で普通のものは全身に流れるほどの汗をかくその時看護婦は箱のドアを開き患者を高いベッドへ連れてそこで全身をあんました上 心よい眠りに導いてくれるその12分に近く彼女が額から流れる汗にやや困惑を感じている時であった黒いメガネの患者が看護婦に伴われて入ってきたああなるほど裸になって入りさえすればよろしいので。 ななるるほほど、なるほど。着物を脱げとか下駄を履いてとか看護婦に命ぜられるたびに患者はしゃがれた声を出した嫌なものがやってきたそう思うと彼女はそんな相手の言葉が示打を打つたびに奥歯の根元が緩むような気持ちを覚えたもうしばらくごしんなさい、ね、と 彼女の機械の熱度のメーターを見た看護婦が言い残して出て行くとあとは2人きりの世界になったもっと悪いことには斎藤のかかったのは椅子式の1号機でちょうど彼女の機械とは間5尺ばかりを置いて向かい合うような位置にあることだった機械にかかった斎藤はそれが初めてと見えて しばらくはその不思議な電光浴器の構造などを見回しているふうであったがやがてそれにも満足すると一あたり室内に投げた目をついに真向かいの彼女の顔へ吸えるように定めたのだったこんなことならあの時少々時間は早くても監獄に行って出してもらえばよかったと彼女は後悔したが今となっては 看護婦を呼ぼうにも手てはない。時間の決まっているものだから3分もすればまた看護婦が来てくれるには違いないがだが往々にしてこうした大きな病院では5分を10分にする不届きな看護婦が多いことを思うと彼女の心はますます焦燥を覚えるのだった。その上 もうヘトヘトになるほどメーターは上がっていた。だいぶお熱いようですね。まさきさんとおっしゃいましたね、確か。彼女の恐れていたものがとうとうやってきた。にやりにやりと笑いながら汗をかき始めた斉藤が言葉をかけてきたのである。 男だってそうですがことに女の方は大変ですねもし目が見えなくでもなったらもうどんな美人でもおしまいですからねまさきさんなんかはおあがいしおきれいだし世の中のうれしいことってこれからですからね あの、すみませんが、看護婦さんを呼んでいただけないでしょうか。相手の言葉と機械の熱度に耐えられなくなってきた彼女が、思い切って斉藤に言った。私、もう暑くて。なるほど、なるほど。と、黒い眼鏡がとんちんかんな返事をした。何しろ、 雅木さんのお年の頃は顔色はいいし肌は滑らかだしおてての丸みなんかときたらみずみずしいといようか触れば溶けてしまいそうな気がするほどでいや誰だってそう思いますよあの看護婦さんをすみませんがちょっと じもうじきまいりますよ。わたしだってこんなに汗をかいたんですからね。なあに、蒸して死ぬようなことは夢にもありません。で、ね、まさきさんなんかのおからだは。自身もへとへとにまで汗をかきながら、さいとうは目の前の 苦しみあえいでいる彼女の首を我が物顔にほれぼれと見つめてたゆまなかった耐えいるように首を伏せた彼女は首筋の辺りに相手の恐ろしい唇を押しつけられているような苦しさを感じた看護婦がやってきたのはそれから五分もたっていたろうか機械から出るやいなや 彼女は気絶した人のように、くたくたと看護婦の手にもたれかかったのだった。それからあの時だって、私が早く気がついたから良かったようなものの、そうでなかったら。とっくに盲目にさせられてるところだったわ。彼女はさらに、中一日おいての事件を連想した。三度彼女は。 その恐ろしさに身を震わせたのであったこの眼科の患者は特別な病名のもの以外日課として朝の診察のほかに午前午後2回ずつ4回の安保非日5回の検温就寝前の吐殺等を課せられていた。 彼女の心をしてそれほどにも寒からしめた恐ろしい事件はその午後の終わりの安保の時間に起こった安保というのは炎症を消し充血を去る目的のために冷水または温水の湿布でもって患部を冷やしもしくは温める治療法であるが病院では小さい洗面器の形のものへその温水または冷水を入れた上に 一枚のガーゼを入れてこれに二本の木箸を添え時間時間に患者のもとへ看護婦が運ぶのであったその洗面器には患者の生命こそ記してなかったが冷水温水の別があったし電線を極端に恐れる病院では看護婦はもちろん患者が心得て決してその洗面器を取り違えるようなことはなかったそして彼女のは 礼安帽だった。その時の安帽は黒いメガネの斉藤が持ってきてくれた。看護婦さんが世話しそうだったから、私が代わりに。これがさださん、これがまさきさん。斉藤はそう言って両手に捧げてきた凡の安帽をその看護婦に教えられたのであろう。 どうもお世話さま、と彼女と同室のさだというトラホーム患者は早速冷え切った洗面器の中のガーゼを赤くただれた幹部に当てたが彼女は軽く頭を下げただけで斎藤の行為には礼の言葉を答えなかった。 斎藤が持ってきたというだけで何か恐ろしくてすぐには安保を手にすることができなかったほどであるやがて彼女は盆を左手に持ち上げて右手でその横に添えられた木箸を取ったそれから木箸を持ったままつるりと洗面器の腹の部分をなで回したこれは彼女の長い病院生活に 両目の使用を阻まれた結果の感触によって物を分別しようとする悲しい習慣であった目の見えないものが杖の先で道路を探るように彼女は指で洗面器の腹を探ったのであるあら彼女は驚きの叫びを上げてもう一度その腹を探った彼女の洗面器の腹には 入院当時から2か所塗料の剥げたところがあって他の患者のものと区別される便利を作っていたそれがない今斎藤によって運ばれた安報はつるりとして真新しい感触の明らかに彼女の器ではなかったのであるまあこれ私のじゃないわ佐田さん あなたのわんぽを誰かのと変わっていません。彼女の言葉にトラフォーム。患者は自分の使用しつつある。洗面器を確かめた。そして叫んだ。本当に私のわんぽじゃないわ。まあ馬鹿にしている。貞の鋭い叫びに何事かと廊下を清めていた看護婦がやってきた。あら！ まさきさんのと変わっていますわ。看護婦はうっかりとそう言ったからハッと気づいたと見えて。まあだめね。誰が持ってきたのかしら？今消毒して。いいえ、新しいのと取り替えて参りましょう。看護婦はさだに色づかれて奪うようにして、2人の盆を取って医務室の方へ帰っていった。 ここの看護婦って本当に生意気ねえさだが言ったが彼女の気持ちはそれどころではなかったもしそのままで安保をしていたなら知らなかったらそのさだのぐしゃぐしゃの潰れるようにただれきったトラフホームが「あした」と言わず自分のこの目を犯していたに違いない いいえねえ、看護婦さんが持ってきていたんだが、医務室から馬鹿にやかましく呼ばれて困っていたから。じゃあ私が持ってってあげましょうと。これがまさきさん、これが貞さ,さんと言われた通り持ってきたんですがね騒ぎを聞いて隣室からやってきた斉藤は、 患者たちから「道化物」と呼ばれているとおりのひょこひょこした態度で幾回も幾回もそう言い訳をしていた何か私に含んでいる彼女の心はますますおびえた今は彼女には 木村が一刻も早く川田氏を正してゆうべの人物が誰であったかを明らかにしてくれるのが唯一の希望だったもしゆうべの人物が両医師のどちらでもないと分かればそれは想像するだに彼女は胸の痛むことであった斎藤ではない断じてない斎藤であってたまるものか 彼女の一つの心はそう叫んでいたがまた一方の心は「斎藤だよ黒い眼鏡の男だよ」「お前を狙っているあの男がやってきたんだよ」とささやいていた幸い彼女はその時もらった薬を2服ともそのままにしていたので助かったと思った 毒薬ではないかという考えがすぐ頭に来たのだ彼女はもう医師の来てくれるのを待っていられなくなって自分から医務室を訪れることにした午後6時を過ぎていた彼女が医務室のドアをたたいた時ちょうど木村医師の出てくるところだった「今あなたのところへ行こうとしたところです」 若い医師は何か興奮を押し隠すような誤張であった川田君に聞いてみたんですがやはり彼じゃないんです彼でないとすればどうしても患者が誰かいたずらをしたに違いないと思ってそれから看護婦に話して内々で調べてみたんですがねそれで何かお分かりになりまして靴が、 ある患者のベッドの下に隠してあったんですがね医師はそしてなぜか次を言いよどんでからやはりその患者がいたずらをしたものらしいですよ看護婦の話によると2年ばかり前にやはりそんなことがあったそうです眼科の患者は体が何ともないから夜などはひどく退屈して それでそんないたずらを考えるらしいんですが何か口実で自分の靴を玄関から出してきて夜になるとそれを履いてそれから体にはシーツをかぶって隣の部屋へやっていくわけです皆目のよくない人ばかりですから靴音とそのシーツの白いのでもう先生が来たと考えてしまうらしいんですが。 正木さんのもそれじゃなかったでしょうかねある患者ってそれはどなたですの先生彼女の調子には質問するような強いものがあったお薬までいただいたんですわわたしその人の名前ですかおっしゃってはいただけませんの医師のつやつやしい額に ちらと困惑の色が浮かんだ。彼女の言葉は何か恋人にするような捨て鉢なものを含んでいたのであるあなたもご存知ですね隣室のと医師は何者かの盗み聞くのを恐れるように周囲を見て「斎藤さん黒い眼鏡をかけているあの人なんですが」 斉藤彼女は危うく倒れそうな気がした恐ろしい衝撃を神経に受けたと見えて急に眼底に吐き気を催すような痛みを覚えた先生このお薬どんなお薬かお調べになっておいてください彼女は最後の力でそれだけ言うと 医師の驚きに一個も与えず行くところのない人のように袖を顔に当てて大廊下を病棟へ走った彼女の恐怖は極点に達していた彼女の心にわずかでも事態を見る澄んだ目があったなら翌日彼女の上に来たような悲劇は起こらなかったであろうに。 7。私も今日は風呂へ入っていいことになったんですよ。風邪をひいてましてね。ちょうど10日ぶりです。ええ、診察が済んでからご一緒に行きましょう。隣室で斎藤がそんなことを言っているのが聞こえた。彼女はその朝も。 例によって診察の前に入浴に行く支度をしていた食事から診察まで40分余りの時間があるのだがこの間は安保や検温や看護婦たちが掃除に来たりなどするために何か立て込んだ気持ちに襲われて患者たちの多くは診察後のゆっくりした気分の時に入浴に行くのが常であった彼女はまだ誰も行かない澄んだお湯と 人のない静かな浴場を好んだし一面にはまた同室のトラフォーム患者などと相連れて入浴に行くのはまっぴらだと思っていたで長くなりがちの女湯をテキパキすましていつでも診察までには安保も検温もきちんきちんと果たすのが習わしだったことにその日は斎藤の言葉を漏れ聞いて 早く行って廊下などで斎藤に会ったりするのは避けたいと思った彼女は普通とは反対の階段から病棟を降りてこっそりと浴場に入っていったそして入院以来接触の故か肉付きの良くなった己の体を可愛いものに思いながら自分で湯加減をして湯船に入った窓から 退院の,のことや長い病院生活のことや木村医師に対する心持ちなどが考えられた誰かの言っていた木村が漁食家であるということも頭にぼったそれから斎藤のことが胸の横を突き抜けた「今斎藤がここへ飛び込んできたら」 彼女はふとそう思った恐ろしかった浴室を見回してみた斎藤は診察後に来ると言っていたしかし予定を変えて診察前に来ないとも限らないいや自分の毎朝の習慣を知っているとしたらあの恐ろしい斎藤がなぜ来ないでおこう黒い眼鏡は必ず来る ほら、足音がしたではないか彼女は湯船から追われるようにして出たと最初彼女の耳を打ったあの足音がことこと浴場の前まで来てしばらくたたずんでからついに女湯の前に止まった外側から ドアのハンドルへ手がかかった。それからそーっとそれが開いた。そしてぬーっと。黒い眼鏡、引きつった唇、赤黒く耳の後ろへ走った傷跡が、 彼女は何か叫んだ。そして一枚のタオルを全身の盾とするように前に当て本能的に一方の壁際へ飛び下がったと同時にヒヤッとしたものを官定に感じた瞬後彼女の唇から恐ろしい悲鳴が起こった見えない見えない 彼女は浴室の中を転げ回ったもう恥も恐ろしさもなかった裸であちこちに擦り傷をこしらえて血を流しながら狂った人のように見えない見えないと叫び続けた8 網膜剥奪という課長の声が暗室から響いたいや私はね診察後に入浴に行くつもりでいましたがあの看護婦さんが診察前の方がお湯がきれいでいいと教えてくださったもんですからねえええええ つきあだってこっち側こっち側は女の方ですよって看護婦さんが注意してくださったんですよそれに目が悪いものだから上にかかっている札の字がはっきりしませんでどうもはや何事かと診察室のドアへ押しかけた患者たちを前にして 黒い眼鏡の患者が説明していた。もう元のようにならないのでしょうか。こんなことになるんだったら、あんな夜、靴を履いて先生に化けるようないたずらをするんじゃなかった。私がいただいた風の薬を持っていったりして、あの看護婦さんが教えてくれたものだから、 つい茶目っ気を出して悪いことをしました斎藤は誰にするともなく謝るように言っていたそれからあの時の安保を変えたのも私じゃない私はあの看護婦さんの言われた通りに確かに右左と思って言ったんです 私は正木さんに何をしようと考えたことなんかないんですみんなあの看護婦さんの言われたとおりをやったんですあの看護婦さんってどのと集まっている患者のうちで聞くものがあった斎藤は一度その辺りを見回してから声をできるだけ低くして。 そら、あの木村医師とできているとかいう背のスラッとした看護婦さん。